やっこしょ。いや、一旦ここから脱出しよう。よっ。危なかった。リーダーボロボロなんだが。でもちょっと、ダッツさんには申し訳ないことをした。結び直しまーす。うん、来た。あ何かわかんないけど、やった。ちょっと無理があった。俺の立ち位置が悪かったっす。申し訳ない。よし。鉄板系はこういうところでもしっかり泳ぐからいいよね。うわ、今のはどっちだ。ゆっくりできないっていう悪いところもあるんだけどね。なんか触ってきてるんだよ。下げに入ってから全然ダメだな。うわ、あぶねー。ちょっと今日は感覚が鈍いぞ。ピンで落とそうとするとピンで乗っかるんだが、多分ね、光量が足りないからですね。光が足りない。ちょっとだけずれちゃう。俺の目視が。やっぱ旗ちゃんが来ないね。潮が引くと来るのかな。アイマさんのピース 60S。 あー、バレました。久々の当たり。60サイズだと釣れるな。あ、来た。よし、やったー、久々。さて、あ、抜けた、ごめん。ごめん。よし、当たりが出てきたな。でも石垣旗が釣りたい。なかなか釣れないのですが。来た。あー、バレました。いや、います。ほいせーの、関門旗だ。よっしゃ。あー、どこにかかっちゃってごめん。よっ。あー、ちょっと落ちた。バイバイ。落ちたバイバイ。よし、関門旗でした。やっぱフローティングが正解だ。あ、当たり。特に何もしてないよ俺。鼻かいただけだけど、今日で一番大きいんじゃない。よーし、はい、綺麗こいつ。これはちょっと写真撮りたいな。よし、はい。今日で一番大きいカモハタ。ハニーコンボグルーパーですね。尻尾も綺麗だ。やった。ごめんね、写真撮らせてもいいね。じゃあごめんね、もう一回写して。はい、綺麗なカモハタでした。尻尾がすごい可愛いでしょ。よっしゃ、じゃあ逃がします。いい、ありがとう。はい、バイバイ。うわ、来た。あー、やった。あー、抜けた。じゃあタックルハウスさんに変えてみようか。なんだっけ。ウンタラシャット。シンキングシャット。さっきここでね、シンキングショットさん釣れたんで、同じので行きまーす。ブレーキは3ぐらいでいいかな。いってらっしゃい。どうも。あの白波立ってるところが釣れてんだよね。もう下げ潮だから帰っちゃったのかな。残念。で、最後はよし、バイブレーションで遠投して帰りましょう。もういそうにないね、この感じ。じゃあ、あと一投したら帰ろうかな。
スプールがおかしくなっている。もっと飛ばして直さなければ。来た、ああ来た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 、あと1頭とか思ってたら、一応直すつもりのもう1頭はするけど、やったー、なに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 、ムルーさんだー、よし、斑点がすごいでかい、帰ろっかなと思ったら釣れました。やった、マトフエダイですね、綺麗、よっしゃ、写真撮りたい、よいしょ、デュエルさんのハードコアソリッドバイブ65で釣れました、やった。怪しいこいつ。じゃあちょっとね、スプールふわふわしてるんでこれだけ直します。OK、 はい、じゃあお疲れ様でした。うん、まあサイズはねあんまり出なかったけども、まあ種類がいっぱい釣れたんで良かったと思います。じゃあ帰りましょう。やったぜ。じゃあお疲れ様でした、バイバイ。まだまだこの時期でもいけるぜ、帰ろう。